1984年に開業、父が開業しました。私が2代目です。中心からですね、綺麗に入れた鶏ハムとか、善釜独自の虫食いの模様とかですね、小石原焼きで初めてドット柄を導入して、いろいろ工夫して作っています。丁寧な、仕事をですね、慎重にして、伝統技法を現代にマッチするようにアレンジした、作品作りをしています。座右の銘は温故知新ですと、丁寧な仕事をモットーにしています。